はい、こんにちは。今日は先日購入したこのガーリーのファンシーヤンフラッフィーカラフルを使ってスヌードを編んでいきます。ふわふわに仕上がると思います。こういった形状のあるファンシーヤンはですね、糸の形状がやっぱり特殊なので、この雰囲気を楽しめるようにできるだけシンプルな編み方を、髪柄を選ぶことがおすすめです。今回はそんな中でも少しちょっと仕上がりがふにゃふにゃしちゃうんじゃないかなという可能性があるので、それを若干減らすように一目ゴム編みをで編んでいこうと思っています。でそしてシングルスヌードなので、柔らかすぎると首からこう離れてしまったり、フィット感をもう少しつけたいなと思うので、そう離れていかないように本取りも2本取りで割としっかりめに編んでいきたいと思います。柔らかい糸なので2本取りにするとより一層こうふわっともりっとなるのではないかなと思います。ちょっとこの形状のために編み目もちょっと見えにくくて、目数を数えづらかったり、どこが編み目なのかなっていうのがちょっと見えづらくなったりすると思いますが、ゆっくり説明していくのでどうぞご覧ください。はい、それではスタートします。はい、まず用意するものですけれども、このフラッフィーカラフル、ポリエステル 100% ですね。このふわふわの糸を2本取りで編みます。なので2玉で2玉それぞれこう中から糸を出して2本取りで編んでいきます。トータル4玉使う予定でいます。そして編み針は8mm、 だいたい 8mm の太めの棒針で編んでいきます。輪針でこれは何センチな、80センチかな、ちょっと測ってみますね。60センチかな、80センチ、80センチの輪針を使用して編んでいきます。それと、かぎ針なんですけれども、同じ8ミリサイズ、これは最後に伏せ止めをするときにこう棒針だとやりづらいなという方のために用意しています。棒針でできる場合はこれは必要ないのですが、かぎ針の方が簡単にできる方はかぎ針で伏せ編みをしてください。あとハサミととじ針と、あとマーカーあった方がいいかなと思います。ご用意ください。はい、それでは早速作り目からスタートしたいと思います。針は1本、そしてよく言いますけれども、糸端は両手をぐーんと伸ばした目いっぱいのサイズぐらい、だいたい私だと150ぐらいなんですけれども、それぐらい離れた位置から作り目をします。糸端はお腹の方、そして毛糸玉につながっている方を奥に置いてですね、こういう形に針、糸を置いてください。そして右手でつまんで、左手でこの輪っかに指を通してくるりとひっくり返して作り目を始めます。親指の付け根の位置から上に向かって刺して、人差し指の方は上から下へ向かって、そして親指のこの輪っかをくぐらせて親指を外します。これで一目です。もう一度いきますね。毛糸玉につながっている方は奥、糸端を手前側に置きます。そして指を開いて下から上にくるりと返して、親指の方は付け根から下から上へ向かって、人差し指の方は上から下へ向かって針を刺したら、親指の輪っかをくぐらせて戻します。そして糸を引き合わせて、これで作り目が2目できたことになります。そして目と目の間はですね、このぐらい1センチぐらい開けていただくといいと思います。人差し指を作った目の上にちょっとちょこんと開
当ててですね、そして作り目をしてここで締める、指の上側で締めるというふうにしていくと、目と目の間が自然と隙間ができてくるので、きつめじゃない作り目ができてくるはずです。はい、で今1,2,3,4,5,6,7 回、8,9,10目作ったらマーカーを入れておきます。これ後で数えるとちょっと分かりづらくなっちゃうので、10目編んだらマーカー、そして1,2,3,4,5,6,7,8,9,10目編んだらマーカー入れというふうに、全部で42目編み入れます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、今40目まで行きました。あと2目編んでからマーカー入れることにします。今ここで40ですけれども、最後だけ41、42でマーカー入れときます。ここが段切り替えの位置です。そしてここから一目ゴム編みを編んでいきます。作り目のですね、輪っかではないグリグリに結んである方を全部輪の内側に見ます。そして糸端は手前にして、毛糸玉につながっている方を奥に見て、ここから一目ゴム編みを編んでいきます。ここの輪っかがよじれたりしないようにしっかり向きを整えてから編み始めてください。まず1目ゴム編みですので、最初の1目は表編みになります。よいしょ、見えづらいですけれども、表編みを表編みを1、裏編みを1、表を1、裏を1。本当にモコモコで見づらいんですけれども、こう引っ張ってあげるとちゃんと2本取りで1個ずつ出てくるので、指先で2本取りをちゃんと確認しながら、1、表1、裏1、表1、裏1というふうに1目ゴム編みを編み進めてください。マーカーは10目単位で打ってあるので、表裏で、最後表で始まってマーカーの手前は裏で終わるように、偶数ですから裏目で終わるように、これも確認しながら進めてください。そしてマーカーの次は必ず表1裏1というふうに、マーカーのたびに表裏を確認していけば1目ゴム編みになっていくと思うので、最初の1段目2段目ぐらいは細かく確認していってください。そのうち編み進めていくと目が揃ってくるので、あ、表だな裏だなっていうのが若干分かるようになってきます。今はちょっとモケモケで分かりづらいので、数えながらマーカーの手前が必ず裏編みになるように一個一個確認して進
はい、今マーカーの1個手前が裏目になります。はい、マーカーを移してこんな風にぐるぐると1目ゴム編みを編み進めてください。途中で糸がえのところは糸を普通に結んで、そしてこう編み目の中に隠していく感じでいいと思います。よいしょ。よいしょ。2本分を必ず作ってあげるように。今1本だけすくってしまって戻りましたけれども、ここ1本2本を必ずすくうように気をつけて編み進めてください。最初は大変だなと思いますけれども、慣れてくると感覚がつかめてくるとスイスイ編めていけると思います。編みました、このまままたぐるぐると螺旋状にですね、一目ゴム編みを編み進めてください。よいしょ。表1、裏1、表1、裏1、あまりきつくなりすぎないように、そうかといって緩くなりすぎないように、一目ゴム編みを間違えないように、マーカーとマーカーの間でちゃんと 1,2,1,2 っていう表裏が刻めるように、それだけ注意して進めてみてください。ぐる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 と編んできました、全部で4玉分、この辺ぐらいまでで2玉で4玉分編んでいます。もう毛糸の方が残り少なくなったので、ここで伏せ編み終わりにしていきたいと思います。でマーカーを外しました。最初のそして、一目ゴム編みで編んできましたので、一目ゴム編みを編みながら伏せ編みをしていきます。まずは表編み編んで裏編みを編みます。この2目揃った状態で最初に編んだ方を上からかぶせて伏せていきます。表編みを編んで前の目を伏せる、裏編みを編んで一つ前の目をかぶせて伏せる、というふうにこう伏せたところが編み止まっていきますから、一目ゴム編みを編みながら表の位置では表編み、裏目の位置では裏編みを編んだ後に前の目をかぶせて伏せる、という方法でぐるりと一周伏せ編みをしてください。もしこの棒針で伏せていくのがちょっと難しい場合は、かぎ針
同じ号数もしくは1つか2つぐらい上の号数のかぎ針を通して表編みの列は表編みで、そして引き抜く。裏編みの位置では棒針と同じようにかぎ針で裏編みを編んで伏せていくというふうに進めて、ぐるりと一周伏せ編みを進めてみてください。最後の目を裏編みを編みます。そして今全部の目を伏せ編みが終わりましたので糸始末をしていきます。糸を切って、これだけしか残らなかった。いい感じで編み切ることができましたね。スルッと糸を抜いて、このとじ針の穴にちょっと通すのもこもこすぎて難しいかもしれないです。よいしょ。はい、そしてちょっと分かりづらいですけれども、表編みのずっとトップの位置ですね、今表裏表になってるの分かるかな。表編みのずっとトップの位置、もうここも大体のところで大丈夫だと思います。いつものようにチェーンつなぎをして、はい、その後は糸端を後ろに見えないように返し針をしながら糸端をくぐらせていってください。はい、同様にして途中で糸を結んだところと、あと初めの作り目の糸端を糸始末してください。はい、糸始末終わりました。完成しました。幅がだいたい29から30センチ、高さが28センチぐらいですね。まあ、ちょっと縦にも伸びますし、横に引っ張れば横にも伸びるので、まあ、大体の寸法と思って参考程度にしておいてください。全部で4玉で作りました。はい、着用時のフォルムとしてはちょっとほわんとつかず離れずな感じで、本当に柔らかいふわふわなスヌードになりました。4玉まるっと使って、余りはこれぐらいです。だいたい200円ぐらいでできたのかな。時間もまあ太い2本取りで編んでますから、スルスルっとすぐ編めると思います。ぜひ週末に、本当に土日でサクッと編めちゃうと思います。ぜひ編んでみてください。はい、今日はすぐ編める夢かわいいスヌードを編んでみました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまた。